北海道小樽市が舞台になった第15作目虎次郎アイアイガサです。このマドンナは浅岡瑠璃子さん扮する、リリーでした。この物語の中で、蒸発男の兵道さんという船越英二さん扮する、方が出てくるんですけれども、この兵道さんは小樽で初恋の人に会いたいと言ってリリーさんとトラさんと3人で小樽にやってきます。そしてその初恋の人が、岩崎金子さん扮してるんですが、離婚をして、喫茶店をしているという設定でした。この時は300日日本一周の北海道を終わって、帰ろうとしている時でした。どうしてもロケ地が見えない、見つからないので、諦めて、散髪屋さんに行って髪を、さっぱりして帰ろうと思って、理髪店に入りました。散髪をしてくださった、このお店の奥さんに、いろんなお話をしていました。どうして北海道を旅しているのか、そしてまた、どうして、小樽に来たのかですね。ところがロケ地がどうしても見つからないというお話をしましたら、なんと不思議なことに後ろを見てくださいとおっしゃるんですね。そして、向こうに見える富士フィルムの看板の出てるところがそのロケ、現場で、喫茶店に、なっていたところだというんです。なんと不思議なこともあるもんですよね。トラさんシリーズのロケ現場を回って、いろんなハプニングがありましたけども、このハプニングも忘れられない、嬉しい、ハプニングです。